今回は梅口あんなぎをご紹介したいと思います。では材料のご紹介をしたいと思います。まず梅口です。さつまいものでんぷんになります。こちらが今回使うのは紅芋の方になります。それからこちらがかつおだしです。そしてお塩ニラになります。今回の紅芋ですが、きれいに洗ってこれをだいたい 3,4 等分の輪切りにしてお水につけていきますね。水につけてアクがたくさん出たら一度こぼして洗ってください。ではアクを抜いた状態で皮を剥いていきます。今回は蒸し器で蒸し上げていきますが、蒸し器がない場合はご自宅で電子レンジで600ワットで 6,7 分加熱することもできます。では蒸し上げていきたいと思います。今回は蒸し器の中にお芋は切って入れてるので、大きさによってだいたい時間が違うんですが、強火で10分から15分以内には蒸し上がると思います。蒸してる間にかつおだしの中にお塩を溶かしていきたいと思います。おだしが熱いうちの方が溶けやすいんですが、今回ちょっと冷えてるので時間かけて溶かしていきますね。次にニラの方を5ミリ幅に切っていきたいと思います。はい、そろそろお芋が蒸し上がってきているので竹串で刺して確認していきたいと思います。竹串がスーッと入ればもうお芋が炊けていますので取り出していきたいと思います。ではお芋が熱いうちに裏ごしていきたいと思います。ご家庭でこういった裏ごし器がない場合でしたら、ジッパーやビニール袋に入れて、そして綿棒なんかで転がして潰していかれてもいいかなと思います。裏ごすときはいっぺんにしないで、今のように一個ずつ裏ごすと裏ごしやすいです。そしてこう内側に引くように、おしゃもじをこう引くようにして裏ごしていきます。こちらを今度は梅口と一緒に合わせていきたいと思います。ではお出汁を少しずつ入れておきますが、量としたらこのお芋の水分で分量が変わっていきます。じゃあ少しずつ、最初からいっぺんに入れないで何回か分けて入れていきます。かつお出汁の分量ですけれども、今回は70から 80g と書いてありますが、お芋の水分でちょっと足りない場合はまた予備に少し足していきたいと思います。全体がしっとりとしたらこの状態でお芋を入れていきます。はい、はい、では全体を混ぜ合わせていきます。全体がもう一つの色になるように、紫になるまで、この白いダマダマがなくなるまで綺麗に合わせていきます。ちょっと塊があったらこう手ですりつぶすような感じでね、混ぜ合わせていってください。で、耳たぶの硬さになるまでしっとり合わせていきたいと思います。このように芋くずとそれから紅芋が混ざりましたら、ニラを入れていきたいと思います。汁が出てくるので全体を軽く混ぜ合わせていきます。すぐ揚げる場合でしたらそのままでも大丈夫ですが、ちょっと時間を置いて油の温度を、ね、待つ場合でしたら、空気に触れないように、乾燥しないようにラップか濡れ布巾を上からかぶせてください。油の温度の方は170度ですが、冷たいうちからさつまいもの切れ端を入れていきます。で、温度を見るのもありますが、油の癖を取るためにさつまいもの方を生で入れていきます。はい、では油の温度が上がるまでこちらの方形を作っていきたいと思います。この分量で8等分の大きさになります。まず8等分に丸めていきますね。はい、ではだいたい大きさとしたら直径5センチ、ピンポン玉ぐらいの大きさになります。で、手のひらで1回こう俵状にして、そして押していって小判型にしていきます。そして指先の方に持ってきて斜めに指の型を入れますけど、中指をクッと押していきます。上からも下からも押して
両方仕上げていきます。火が通りやすいというのもありますが、うむくじあんだじの形がこの3本の押した形になるんですね。ではこの状態で揚げていきたいと思います。油の温度は170度の中温です。で一旦浮いてきます。浮いてきて 1,2 分ぐらいしたら裏返していきます。こう少し焼き色がついたら返していきたいと思います。中までこう火が入ったら木じゃんだけがちょっとぷくっと膨れてくるんですね。表面がカリッとしたら取り出していきたいと思います。その時には少しこう油を切って取り上げていきますね。うむくじあんだぎはさつまいものでんぷん、芋くずとさつまいもを合わせて油で揚げたお料理になります。ぜひ皆さんご家庭で作ってみてください。おやつなんかにね、とってもいいと思います。